ゆっくりしていってね。なんかここのところ YouTube がざわざわしてて、このチャンネルのことも心配されてるみたいだけど。ああ、12月からの規約変更な。それに関してうちのチャンネルが、どうにかなるっていうことは全くないので安心してくれだぜ。そうだよね。ああ、もしかしたらうちのようなチャンネルは、よく知らないふりして、チャンネル登録を、同情でいるようにした方がプラスもあるかもしれないが、ちゃんと知っているのに、皆さんの不安を煽るのもな。不安がってくれる人は、このチャンネルを楽しんでくれてる人だにょん。そうだぜ、だから安心して今日も見てくれだぜ。YouTube は12月からも、噂されてるような理由でチャンネルを消したりなんかしないぜ。まあその辺は、別の動画でウプ主が話してるぜ。YouTube の規約よりも、ウプ主ライオンの体力と、モチベが切れる方が確率が高いんだにょん。だから、心が折れないように、チャンネル登録、評価、コメントをしてくださいにょん。結果、泣き落とすのかぜ。それらも欲しいけど、30ミニッツミッションズの投稿はいっぱい来てるんだぜ。ハッシュ 30mm ライオン企画4のタグ検索するたびに、驚きの連続だぜ。今日は、どんなのが来るのかな。それでは、最初の作品だぜ。スノアルト、整備中って感じかにょん。支給されたばかりの次世代アルトらしいぜ。それで武器も何もついてないのね。アルト2っていう名前は気に入らなくて、アルトメサイアと呼んでるそうだぜ。救世主になるっていう強い気持ちなのかにょん。次は、こちらだぜ。アルトの頭を、見つめてるのかにょん。黄色い機体に注目だぜ。あ、首から下はアルトだにょん。つまり手に持ってるアルトの頭は。あ、元はその頭がついてる体だったのかにょん。そういうことだぜ。このアルトの体はこれから味方と戦うんだぜ。ではでは、次の作品だぜ。大きなガトリングガン、大迫力だにょん。煽りアングルが巨体感を出してるな。って、ああ、ロイロイが踏んづけられてるにょん。ちょうどいい高さと角度だったんだろうな。大丈夫なのかにょん。あの華奢な足は耐えられるのかにょん。それじゃあ、次の作品だぜ。狙撃ポイントで息を潜めるスナイパー、そんな感じかにょん。因縁の相手を、待ち構えてる感じだぜ。なぜか、ライバルとの戦いは狙撃で片付く切ってしまいにょん。戦闘状態になったら、肩のライフルに持ち替えるのかな。じゃあ、今回最後の作品だぜ。はい、かわいい。なんだぜ。これってこれって、何者だにょん。ポルタノバのロイロイだぜ。足元突撃一撃離脱型支援機、という仕様らしいぜ。この目は一体、パイロットの趣味で特別に許可されてるらしいぜ。今回は以上になるぜ。まさか、あんな恐ろしい機体が出てくるとは。次も楽しみにしててくれだぜ。それじゃ、また、会おうぜ。